シャモン TV 始まります。今日はね、仏教は処世術であるという話なんですよ。でね、ファンレターみたいなそんなのが来たんで、ちょっとでそのファンレターの中でもシャモン TV の仏教につなぐような内容の、文だったんで読みたいと思います。この人の生活の中に仏教が、シャモン TV で学んだ仏教が入ることによって、なかなかいい感じにその人の生活が良くなったっていう話なんですよ。何かというとね、いきますよ。ペンネームって言っていいのかな、これメールネーム、坊主バンド大好きさんからと言って、坊主バンドってあのシャモンではない他の仏教のお坊さんのバンドなんですけど、シャモンじゃないんかいっていうね、このね霜降り明星的なツッコミを入れながら、お話するので、あんまり笑ってくれないんですよね。粗品粗品的なね。いきますよ。豊島さんこんばんはと、シャモン TV 楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。仏教をこんなに楽しく教えてくれるチャンネルがあるなんて知りませんでした。正直シャモン TV のファンになりましたって。いや、ありがたいですね。シャモン TV を見始めて自分の中で変化を感じました。最近はコロナで在宅勤務が続いており、おつぼねのようなおばちゃんに自分のミスでもないことを自分のミスのように扱われ、騒がれたりしてまして、結構いじめられて辛かったんですが、シャモン TV の話を聞いてるうちに動じない自分がいることに気づきました。おお、かなりの成長じゃないですか。シャモン TV でいいことをやって悪いことをするなという話ね、これですよ。七仏通戒偈95番の話ですよ。人のしなかったことやしたことを気にするな、自分のしなかったこととしたことだけを見て生きろね。これはあれだよ、シャモン TV の46番の話ですよ。あと、人の悪意を受け止めなければ悪意はその人の手元に残るんだとかね、その話ね、シャモン TV 10話で喋ってるんです。で、結局自分の心の持ちようが大事なんだと考えられるようになって、おつぼねさんと向き合っていたら、おつぼねさんも私の言葉が釈迦じみてきたのか、あまりいじめてこなくなりました。かっこ笑い。よかったですね。私に対する周りの評価も上がってきて、先日昇級試験に合格しましたと。おお、おめでとうございます。ありがとうございますと。日本人として仏教が好きなことも誇らしく思えるようになりました。これあれだ、ほら、日本人としての仏教で98番喋ってる話だね、多分ね。今後とも楽しい仏教の話を期待しております。なんかちょっとこれはちょっと恥ずかしいんですけど、まあまあ、いつも豊島さんの笑顔にやられます。まあまあまあ、はい、いつもと違うメンバーだから言いづらいね。大体退職次第、来年バイ坊主バンド大好きよりシャモンじゃないんかい、そっちだ。そうなんですよ。ね、結局ね、その仏教仏教って言って、なんか宗教みたいな感じでちょっと怖いと思ってる人もいるかもしれないけど、仏教というのはね、処世術なんですよ。かなり処世術的な側面が強い宗教、これが仏教なんですよ。だから、まあ、今後もね、もっともっとお釈迦さんの言葉をね、どんどん現代に通じる部分をね、どんどん紹介していきたいと思いますから、まあ、今後とも皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。